ネズミモクリスカ、シマリス族に属するリスの一種。ユーラシア大陸北部に分布する、シマリス、テーミアズシビラクスの亜種。日本国内では、北海道全域とリシリ島、テウリ島、ヤキシリ島、レブン島、北方領土に分布する。国外では、カラフト、極東ロシア及び、中華人民共和国北東部のごく一部に分布する。 東道町は12から15センチメートル、尾長は11から12センチメートルで、体重は71から116グラム。耳長が14から18ミリメートル、五足長が35から38ミリメートルである。体毛は茶色で、背中には5本の黒い島がある。島の間は、クリーム色で、腹部、耳の先の毛は白い。海岸沿い、都市近郊の森林から、 森林限界を越えた標高2000メートルの高山にまで生息するが、明けた環境に多い。中高生で、日の出後しばらくしてから巣を出て、日の入り前に巣穴へ戻り、夜間には活動しない。主に地上で活動するが、木登りも上手である。エゾシマリスは日本のリス類で最も地上にいることが多いが、地上は樹上に比べ見通しが悪いため。 危険を素早く察知できる。よう日本足で立っていることが多い。35種類以上の肝と、草本植物から、種子、果実、花、芽、葉、樹液を食べるが、キノコ類は食べない。早春には、笹の芽、カエデの若葉を食べ、その後は、水ならのどんぐりや桜類、日陰すげなどの種子を食べるほか、鉱山に生息する個体は、 ハイマツな仲間との種子を主に食べる。基本的には植物食であるが、昆虫やクモカタツムリなど無脊椎動物や死従からの卵、シマエナガのヒナドリなど動物質の食物も機械があれば好んで食べ、特に子育て中のハハリスは子供の成長期には動物質の食物を積極的に食べる。木、層の種子は季節ごとに異なる種が異なる場所に、 存在するため、エゾシマリスは食物を求めて300メートル以上に渡り、遠出する場合もある。秋の行動圏は、メスが3900平方メートル、オスが6800平方メートルである。本種は食物を発見すると、普通はその場で食べず口の中の頬袋に詰め込み、安全な場所に運んでから食べたり、地面に深さ2センチメートルの穴を掘って、埋めたりする。 後者の行為を分散貯蔵と呼び、活動期間中は、どの月でも行われるが、特に冬眠前の10月に最も盛んに行われる。冬眠前に分散貯蔵しておいた食物は、冬眠明け直後の4月から5月上旬に、食物の半分を占める重要な餌となるが、そのまま食べられず放置されたどんぐりは春に芽生える。また個体ごとに分散貯蔵する場所は決まっていないため、 別の個体が埋めて貯蔵した餌を掘り出して、食べたり、再び貯蔵したりする場合があるほか、冬眠前に分散貯蔵しておいた食物が、冬眠中に、エゾリスネズミ類に食べられる場合もある。分散貯蔵以外にも冬眠用の巣穴内部に、食物を貯蔵する、スナイ貯蔵も行うが、分散貯蔵、スナイ貯蔵とも腐りやすい果実、動物質は酒、もっぱら種子の実を貯蔵する。 活動期の巣穴は、通常深さ50センチメートル、全長約1.2メートルほどである。北海道は11月下旬には、構想するため、エゾシマリスはその前に、地下の巣穴で冬眠に入り、1年のほぼ半分を冬眠して過ごす。冬眠期間は、通常10月翌年4月の後から7ヶ月間だが、早い個体では9月上旬から冬眠を開始する。 エゾシマリスは、コウモリクマなど他の冬眠動物と違い冬眠前に、体脂肪を蓄えない代わりに食物を貯蔵するが、貯蔵量は一つの巣で、平均1 1 9 2ムである。9月中旬頃、エゾシマリスは冬眠の準備として、新しい冬眠用の巣を決め、食物、巣材の一枯葉を、巣穴の中に運び込む。冬眠層は一本のトンネルの突き当たりに一つの、 巣室があるが、巣室の3分の2は、食物貯蔵庫になっており、その上に乾燥した枯葉でベッドを作る。本種は冬眠開始時に出入り口のトンネルを内部から土で塞ぎ、捕食者や貯蔵食物を盗もうとする他のシマリスネズミ類の侵入を防ぐ。メスの冬眠期間は、成獣で、平均211日若い個体で、平均194日の一方、 オスは、メスより短く成獣で、平均180日若い個体で、平均169日である。メスは、毎年冬眠層の位置を変えるほか、小さい体の割に行動圏が広いため、オスは、確実に交尾するため自分の行動圏内のどこで、メスが冬眠するかを確認してから冬眠に入ると、考えられている。また夏生まれの若い個体は、 成獣より1ヶ月ほど遅く冬眠に入るため、冬眠に入る順番はほぼ毎年、成獣メス、成獣オス、若メスはカオスの順となる。成獣メスは、平均気温摂氏7度、成獣オス、若メスは、摂氏4度、若オスは、摂氏0度を切る頃までに、ほとんどの個体が冬眠に入るため、平均気温が、摂氏0度以下になると、エゾシマリスは、地上から姿を消す。 冬眠中は体温が低下し、脈拍、呼吸数とも少なくすることで、エネルギーの消費を節約するが、10日に1回程度は体温が上昇して、目を覚まし、貯蔵した食物を食べたり、トンネル内のトイレで、尿、糞を排泄したりする。冬眠中の死亡率は5%以下と非常に低い。一方、活動期間中には死有とも半数が姿を消す。 冬眠を終えて目覚める時期は春の雪解け時期で体内時計や湿度への感覚で目覚めて活動を開始する。地上へ向けて新しいトンネルを掘り冬眠前の出入り口から平均2メートル離れた場所から地上に出る。オスはメスより冬眠期間が短くより早く冬眠から目覚めるため最初のメスが冬眠を終えて地上に現れる頃にはオスの 約89%が、すでに活動を開始している段階である。交尾年に1回繁殖し、4から5月に求愛して春引く夏に出産する。前年夏に生まれたオスの抗ガは冬眠中に、発達し、翌春までには、繁殖が可能になる。本種は通常日の出後しばらくしてから巣穴を出るが、繁殖期のオスは、日の出直後から巣を出て、メスの巣を訪ね歩く。 メスは冬眠直後は気温が上昇する昼間まで寝ているが次第に1日の活動時間が長くなり6月下旬以降はシールの活動時間帯がほぼ同じになるオス同士は交尾の順番をめぐって激しく争うが年齢による順位は常に2歳3歳4歳1歳である通常は順位の高いオスが優先的に交尾するが 毎年年齢に伴い順位が入れ替わるため、母親の行動圏付近に定着した若メスが父親と近親交配する可能性は低い。メスは冬眠から目覚めて平均約3日後に交尾日を迎えるが、交尾日はその1日のみで活動期間の半分以上を妊娠、子育てに費やすため、北海道では年1回しか繁殖できない。 そのためメスはわずか1日の交尾日に確実に妊娠する必要があり、複数頭のオスと交尾する。交尾日を迎えても、オスと出会えないメスは発情性を連続してあげ、オスを呼び寄せる。出産から巣立ちまで妊娠期間は約30日で、メスは交尾から約30日後に、地下の巣で1回に3から7頭の子を出産する。新生子は、 体重3から4グラムで目、耳とも開いておらず赤羅だが、数日後に皮膚に黒い線が現れ、そこから黒い縞模様の毛が生える。母リスは1日に3から5回授乳のために、巣へ戻り、夜間は、コリスと一緒に過ごす生活を繰り返す。コリスは、生後、約28日で、目が開き、生後約35日後からは、巣から外出し始めるようになる。 この頃には、ハハリスは、コリスと別の巣で夜間を過ごすようになるが、日中にコリスの巣を1日4から8回訪問して、母乳、食物を与え、コリスも1日に3から5回外出と寄贈を繰り返す。またこの頃からは、ハハリスが、コリスを連れ出し、3から8日ごとにコリスたちを新たな巣穴に引っ越させる。 やがてコリスたちは8月上旬頃までに独立して、生まれた巣穴に帰らなくなるが、ハハリスも訪問した巣にコリスがいないことが続けば、巣を訪問しなくなる。独立したコリスたちはしばらくハハリスの行動権を中心に活動するが、8月下旬には若いオスが遠くへ分散し、代わって別のメスが産んだ若いオスがその行動権に定着する。一方で、 娘は、母ハハリスの行動圏及びその付近に定着し、定着後は私友とも一生ほぼ同じ地域に泊まる。天敵は、エゾヒグマキタキツネオコジョシマヘビ、猛禽類である。尾の皮膚は、微骨から抜けやすくなっており、天敵に襲われた際には捕食者の口にじぎれした尾の毛皮だけを残して生き延びることも、ある一方、年齢の高い個体には、 尾が短くなった個体も多い。寿命は野生下では、オスで最長5年メスで6年だが、飼育下では最長9年の記録がある。シマリスは、狩猟鳥獣に指定されているが、これは、本州以南に外来種として侵入したペット由来のシマリスを対象としたもので、北海道では、ペット由来のシマリスとエゾシマリスを区別することが困難であることから、 シマリスの捕獲は禁止されている。ペットとして入ってきた別和種、朝鮮シマリステーミアズシビラクスバーバリー、中国シマリスが札幌市内など北海道の一部で野生化していることから、交雑、競争が生じていることが懸念されている。また、大雪山系、黒岳では、エゾシマリスが観光客により餌付けされ、 警戒心が薄くなったことでキタキツネに捕食される。個体が多数出ている。可能性が指摘されている。ありがとうございます。